おばちゃん、はい、あの僕昨日誕生日で、うん、28歳になりました。すごいね。ありがとうございます。おばちゃんおいくつでしたっけ？77今。おばちゃん77。77。この前ちょうどじゃあちょうど50個違う。そうだね。ほんまや。半世紀だよ。信じられる。おばあちゃん27の時何してはりました？27の時仕事してたね。28か。28年で仕事してた。何仕事してて？造船所の設計部にいたね。すごい仕事してた。違うや、造船所まだ行ってないんだ私。その頃まだね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。学校行ってたよ。いろいろほら、暇人だったからさ。暇人？うんうん、いろいろな。そうなんで、暇人って昔から言うんですよ。言うよ。あ、そう。最近の言葉か。いわゆるヤバイとかも昔から使うんですよ。ヤバイ、ヤバイも使うから。使うらしいですね。昔からヤバイやつじゃんとかさ。え、昔から使ってたんですか。使ってた、使ってた。男の子なんかはね、女の人はあんまり使わないけどね。カエルカとか。チュキとかはどうですか。チュキとか。それもね、それはないわ。カエルカはどうですか。カエルカ？カエルカとか。カエルカって知らないですか。何その言葉。なんか、例えば僕はおばあちゃんのことが好きだとするじゃないですか。で、おばあちゃんが例えば、人が多いところでバンってこけたりするじゃないですか、うん、それ見てなんか、うん、うわ恥ずかしいってなっちゃって、うん、そう好きって感情がなくなるみたいな、まあ、冷めるみたいな、あすごい好きやったのに、うんうん、一瞬でなんか、はい、我に返るじゃないけど、うん、あれなんでこの人好きなんやろってなっちゃうみたいな、そんなことありが変えるか、変えるかありじゃん、そんなことあり、ね、最近の子はね、なるらしいです、そういう、はい、逆じゃない、そういう時に助けてあげることによってその人の価値が上がると思う、はい、いや、深い教えでございます、これはぜひおばあちゃんの本買ってください。いやそうプロモーションのためにやってるみたいになっちゃってます。そうだ、本も出さって僕ら OB でね、載せてくださって、ね、やってくれたから、それはそれで、揚げガラスの感じ、揚げガラスの感じ、一回昔はい、85万騙したんでしたっけ。おはようございます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 。浅田と、ボアキ、浅田とボアキはおばあちゃんの後輩、後輩後輩、そうそうです。かわいいですか、やっぱ2人やっぱかわいいね。嬉しい。やっぱりさ、女の子は女の子なりのかわいさあるし、男の子は男の子なりのかわいさがあって、シリコンされたことあります。何言ってんの。自分がシリコンだよ。人工胸だから。あ、そうや。変な現れへんて。お前が何かしら現れへんて。まあまあ、これが吉本。いけるそれで。どうです。まあそうですね。何カップに当たんの。何カップ。エグいやろ。A B シリコン D カップです。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。あ、ほんなこれ火消すわ。うん。失礼。良かった。間に合って良かった。探してたんですけど。マジ？大丈夫。おめでとうございます。何それ？なんやね。浅田ちゃんと串野さんの思い出になる品で。コンドーム。コンドームだ。岡本様。はい。でもう一個も。ああ、他にも入ってる。あ、でもまずありがとう。あ、じゃあこれぜひね、早めに行きたい。じゃあね、あの間違えて使わんようにね。はい。何やそれ。その同じ箱が似てるからね、間違えて使わんようにしてください。これだってこの世でそのコンドームしかない形やったもん。割れてた。開ける前から。なんかありますけどね、目薬かもみたいな。何やろ目薬これ。ありがとう。はい、おめでとうございます。使っていただきたい。6回しかできないんでしょ。ざまっていうな、そんな下ネタパンパン言って大丈夫。かぶるのはジャンバーだけにしてって。まあでも春やからな、もういただきましょう。よかった。いや嬉しい。ありがとうございます。